あの学生は正気ですか娘と一緒に日本のバスに乗った外国人女性は日本の学生たちを見て驚愕してしまいます。外国人女性の娘もやはり日本の学生たちを見て目を離せずにいます。そして母親に日本の学生たちは狂っているみたいだと悪口を言います。その時ある日本人学生が外国人の親子に向かって近づいています。 緊張感を隠せない外国人の親子は、一体何を見て驚いたのでしょうかお便りを一緒に見てみましょう。こんにちは。私はイタリアに住んでいるマルタと申します。私は旅行が好きで、特にバックパック旅行が好きでした。大学生の時から、時間さえあれば。 バックパック一つで旅行に出かけたりしていました。大学を卒業したら、アジアにバックパック旅行に行く計画も立てたほどでしたが、卒業して、すぐ就職したため、アジアは行ったこともありません。いつか必ず行こうと思っていたのですが、思ったほど簡単ではありませんでした。会社に通い始めると、長期間の休暇を取るのが難しく、バックパック旅行をするためには、会社を辞めなければならなかったのです。 そして私は結婚して子供も産んでバックパック旅行の夢は消えました。バックパック旅行はさておき旅行そのものに行こうとすると、 費用から時間場所まで悩まなければならないことが多く簡単には旅立つことはできませんでしたそうするうちに転職することになり1ヶ月休むことができる機会を得ました私は初めて家族全員で海外旅行に行く計画を立て始めました夫も心よく賛成してスケジュールを組んだんですが娘のエマが5歳だったのですべての計画はエマを中心に決め始めましたまず最も重要な ことは安全でした以前の私は安全な年よりは自然環境が美しい田舎町中心の旅行を好みましたが今はエマにとって安全でまた子供が楽しめるものがあるところを探し始めましたやはり子供を産んで親になると子供中心の人生に変わるようでしたそれでも私はとても幸せでした久しぶりの旅行でもあったしエマとは初めて飛行機に乗って 遠い旅に出る旅行だったからです。飛行機に乗るという話に、娘は毎日飛行機を描きながら興奮していました。そうして行き先を悩んだ末、私は日本に決めました。子供を育てる母親たちのコミュニティで、日本をおすすめする母親たちが、すごくたくさんいたんですよ。以前からアジアへの旅行に行きたかったので、日本旅行は私もとてもワクワクして楽しみでした。夫はもうちょっと近いところに行きたいといい。 どうして日本に行くのかと心配していました。夫は海外旅行の経験がないんです。夫はあまりにも遠くに行くこと自体が不安で、アジアはどうしても発展途上国だから、エマと行くには不潔だし、大変な旅行になるのではないかと話していました。でも私は、日本はもう昔から先進国だったし、一般的なアジアの国だと思ってはいけないと話してあげました。私はいろんな情報を集めながら、 旅行に行く日だけを指折り数えて待っていました。しかし、旅行まであと一週間というところで、夫が急に会社の仕事で、旅行に行けないというんです。会社のサーバー管理チームのチーム長として働いている夫は、たまに夜勤をしますが、急に仕事が入ったことはなかったんです。それで、旅行の計画まで影響があるとは思いませんでした。ところが、海外にいた死者の会社のサーバーに問題が生じて、 数日間、現状復旧が完璧に行われず、本社チームの支援を要請したそうです。それで、夫はできるだけ早く現場に行かなければならず、一週間後の旅行までは間に合わなさそうだと言っていました。私は仕方なく、エマと二人だけで旅行に行くことにしました。夫も一緒に行けたらもっと良かったのですが、あまり旅行に恐怖心がなかった私は、エマと二人で行く旅行も、ワクワクして良かったです。 特に、夫が旅行に行けないという事実にじゃ、飛行機に乗れないの、と、涙を浮かべながら失望していた今のことを考えれば、絶対に旅行を取り消すことはできませんでした。楽しみにしていた旅行当日、私たち二人は、ワクワクしながら日本の空港に到着しました。長時間のフライトでしたが、それでも初めて着いた日本の印象は、 とても良かったです。私が一人で子供を抱いて入国場に入ると、日本人のスタッフは親切に私たちを迎えて助けてくれました。これが当然だと思うかもしれませんが、実際のところ、出入国を担当するスタッフたちは、ほとんど無表情で迎える場合の方が、はるかに多いです。彼らの笑顔を見るのは、簡単ではありません。機械的で冷たく、 パスポートと顔を照らし合わせ質問をする姿しか見たことがないので、日本のスタッフの笑顔を見ると気分がもっと良くなりました。エマも気分が良さそうに見えました。私たちは到着した時間が早朝だったので、タクシーに乗ってホテルに直行することにしました。 空港から出ると、客でいっぱいのイタリアの空港を想像していたのですが、日本の空港では、そんなことはなく、止まっているタクシーに、すぐに乗ることができました。これも、他の母親たちの日本は、交渉をしなくても料金をぼったくりされず、親切で安全なタクシーに乗れるだろうという情報を見たからでした。実は、子供との旅行は、荷物が多くて準備することが大変なんです。私一人で旅行をするときは、 持っていくか、悩ましいものは思い切って持っていかないこともできたのですが、子供に必要な荷物は持っていかないわけにはいきませんでした。私はエマの枕まで持ってきました。海外旅行をすると、表面的には綺麗で良さそうな宿に見えても、枕やマットが綺麗じゃないところが結構多いんですよ。 そして、ヨーロッパ旅行では、いつものみのせいで緊張しなければならなかったので、初めて来た日本旅行も、やはり準備が必要でした。ところが、日本の宿は、私の心配は無駄でした。文句の付けどころが一つもなく、とても綺麗で清潔だったんです。私たちは、シャワーを浴びて、とても快適に何時間もぐっすり眠ることができました。綺麗な寝具で眠りにつくと、長旅の疲れがすっかり取れたようでした。 私たちは遅い昼食を食べて観光をしてみることにしました。娘と一緒の旅行なので私はずっと緊張していました。安全だということを言葉だけで聞いていましたが、どの程度なのかはわからなかったからです。実はエマがもっと幼い頃、夫と一緒にイタリアの広場で行われた大きなお祭りに見物に行ったことがありました。 その時、夫はエマと私の写真を撮ってくれていて、私たちはポーズをしながら微笑んでいました。その瞬間、スリが現れ、突然夫が持っているカメラを奪って逃げていったのです。警察へ通報し、人混みの中に消えてしまった犯人は、二日後に捕まったという知らせを聞きましたが、当時、すべての状況を見守っていた私とエマは、とてもびっくりし、その後は人が多いところに行くのが、 少し怖くなりました。エマもその後は人が多いところでは写真を撮ってほしいとも言わなかったんです。そんな経験があったので、いくら安全だとしても夫なしで出かけるということに不安がないわけがないんですよ。しかし、そんな心配は実際に外に出た後、完全に消えました。 天気がとても良くてゆっくり歩いて、ホテルの隣にある公園に先に寄ってみました。そこはとても平和でした。子供たちが芝生で走り回っていて、みんなレジャーシートを敷いて座っていて、子供たちを見守りながら、それぞれリラックスしていました。エマは子供たちの中でシャボン玉をしている子供たちを見て駆けつけ、私は近くに立って、その姿を見守っていました。 日本の子供たちは初めてエマを見て慌てた表情を隠しきれない様子でした。しかし、その子供たちの両親が微笑みながら、子供たちに何かを話し、すぐに日本の子供たちはエマに近づき、一緒にシャボン玉遊びをしていました。距離感や偏見なく、子供たちが一緒に遊ぶ姿は、本当に美しかったです。しきりに写真を撮っていた私は、 その時になって、周囲を見回し、誰かが私の携帯電話を持って逃げるのではないかと緊張しました。その時、私は衝撃的な事実を知りました。みんな、レジャーシートの上に、携帯電話やカメラをそのまま出した状態で、本を見ていたり、食べ物を食べていたりするなど、とてもリラックスしているんです。子供たちは、とても楽しく遊んでいたので、すぐに公園を去ることはできず、 日本の子供たちの親たちは、私に自分たちのレジャーシートに一緒に座ろうと言いました。私は、日本の親と一緒に会話ができてよかったです。私たちは挨拶もして、軽い会話もしました。そして、彼らが持ってきたお弁当を、一緒に食べたりもしました。それと共に、私はさっきから気になっていたカメラとカバンをこんなに気にしなくてもいいのかと聞きました。すると、日本人夫婦は、日本では大丈夫だというのです。 イタリアに行ったことがあるという日本人の夫は、私は以前イタリアで2回もすりに会いました。財布と携帯電話を誰かが盗んでいきましたが、幸いにも携帯電話はすぐ追いかけて犯人から奪い、財布は見つかりませんでした。私はそんなイタリアに適応するのが大変でした。すべてのものを盗もうとしていたし、私はすべてのことを気にしなければならないので、気が気でなかったんです。 でも、日本ではそうしなくてもいいんですよ。このようにカメラとカバンを出しておいても、誰も盗まないんです。もちろん日本にも泥棒ヤスリはいるでしょうから、気をつけないといけませんね。でも、ほとんどの一般の人は、みんな自分のものでないと関心を持たず、絶対に手をつけません、と話してくれました。 その瞬間、周りの人たちを見ると、本当にみんなリラックスして、余暇を楽しんでいるんです。イタリアでは、実際にカフェに座って、テーブルの上にも、携帯電話を置きません。特に、屋外のテーブルにいる場合に、携帯電話を狙って近づいてきて、話しかけたりしながら、盗んでいくことが多いからです。本当の休息と、平和を楽しんでいる日本人を見ていると、 日本人がどれだけレベルの高い市民意識を持っているかがわかるようになりました。そして子供たちと別れ、エマと私は食事をするために近くの食堂に行きました。私はイタリアでも日本食が好きな方でした。高級で清潔だったのでお客さんをもてなす時もちょうど良いんです。そしてエマもさっぱりしていて美味しいと言っていました。 エマは生魚は食べたくない。日本の食べ物は食べたくないと言い、私が頼んだお寿司が出てきた時に嫌な表情をしていたんです。しかし、トンカツとうどんを食べたエマはすっかり惚れていました。こういう食べ物も日本の食べ物だったのかと言いながら、日本の食べ物が大好きだと拍手までしながら喜んでいました。そして早く写真を撮ってと言い、トンカツと一緒にポーズも撮ったんです。 食事を終えた私たちは、外に出ました。いつの間にか、夜になっていました。エマは不安だったのか、私の手をぎゅっと握り、もうホテルに帰るのかと尋ねました。私は日本では夜に外を歩けると、エマに話した後、事前に予約しておいた屋根のない、2階建てバスに乗るために移動しました。東京市内を観光するバスに乗って、日本を見物しました。 夜になると外出を控えるイタリアとは違い、日本は活気に満ちていて街を埋め尽くした夜の街の照明はとても美しかったです。エマは街を歩いている多くの子供たちを見て驚いていました。日本では日が暮れた後も家族と一緒に散歩したり見物をしたりして、 余裕のある時間を過ごしていました。両親と一緒にアイスクリームを食べて人形屋を見物する姿を見たエマは自分もやってみたいと言いました。私はバス観光が終わった後エマと一緒に都市を歩きました。コンビニで簡単なおやつを買って前のテーブルに座って食べたりもしました。すべてが不思議に感じるエマはお母さん、日本が大好き。こうやって外に座っていても誰も危険に見えない。 私はこうやって夜に外に出ているのが初めてだから、とても楽しい、と言って、本当に幸せそうでした。私は写真を撮って、夫に送りました。夫は仕事をしている時間でした。写真を見て、すぐにビデオ通話がかかってきました。いくら安全な国だと言っても、子供を連れて、この時間に外にいるなんて危ないだろうと、驚いた顔をしていました。私は笑いながら、周りをゆっくり見せてあげました。 すでに私たち以外にも他のテーブルではもっと小さな子供と一緒にアイスクリームを食べている日本人の父親がいて街中には中学生、高校生が制服を着て歩いている姿も見られました。夫は本当に信じられないと言いながら自分もぜひ日本に行ってみたいと言っていました。私たちは夢のような夕方の時間を過ごしてホテルに戻りしばらく撮ってきた写真を見ながら話をして眠りにつきました。 次の日はちょっと早くから行動しました。バスに乗ってみたいというエマの言葉に停留所に行きました。朝早く学校に登校する日本の学生たちの姿を見て、イタリアでずっと生きてきた私は本当に祝然としてしまいました。多様なデザインの綺麗な制服を着た日本の学生たちのカバンには無線のイヤホンケースがついていました。 誰でも少し引っ張れば、盗めるんですよ。また、イヤホンで聞いている学生たちは、安らかに目を閉じて寝ている人もいました。そして、後ろのポケットに財布を入れて歩いたりもしていました。混雑したバスに座ってじっと見ると、スリが今ここに乗っていたら、本当に、すべての学生たちの貴重品と財布を盗むことができそうでした。カバンの奥深くまで、 刃物を使ってカバンを破ってまで盗んでいく国で暮らしていた私は日本の学生たちを見て日本は本当についていけないほどの市民意識を持った国だということを感じました若い生徒たちが無意識的に何も警戒をしていないということですよねエマにはいつもどこに行っても人に気をつけろという教育をさせて暮らしていましたが日本ではこのような教育も全くする必要がなく 安全だと思うと、とても羨ましかったです。子育てしている立場で、このような環境が存在するということ自体も、本当に嘘のようでした。私はイタリアに戻って、エマを日本で育てられるかどうか考えているところです。日本での衝撃は、本当に忘れられません。多分、皆さんも日本を経験すれば、私の気持ちを理解することができるでしょう。 ここまで私の日本旅行の話を聞いてくださって、ありがとうございました。